Hello, 大家好。我是林梅。今日は洋服を着ました。見てこれ。可愛くないですか？月餅のクッションを買いました。超お気に入りです。ただ、ちょっとデメリットもあって、見てるとお腹空きますね。私のビリビリやウェイボーを見てくださっている皆さんに大切なお話があって、急遽動画を撮ることにしました。私普段着物が好きで、特にアンティークと呼ばれている、まあ昔の着物が好きです。特に好きなのが大正時代ぐらいのスタイルで、まあフィンガーウェーブって言われてる髪型とか、あとコーディネートとかも当時の女性を真似してよく着物を着てるんですけど、なんかそのせいか、よく大正時代をテーマにしたアニメやゲームのタイトルとかキャラクター名のコメントをいただくんですよ。まあ、例えば鬼滅の刃とか、あと桜大戦とかなんですけど、大変申し訳ないんですけど、私は鬼滅の刃を一度も見たことがございません。桜大戦は私が、中学生とか高校生ぐらいだったかなの時に、ちょうどアニメが放送していたと思う。再放送かもしれないけど、まあ見てたので、まあ多少はわかるけど、キャラクターの名前とかは全然知らないです。だから、みんながコメントをくれるキャラクターとかアニメのタイトルがほぼわかりません。多分、私よりみんなの方が全然詳しいと思う。これはね、声を大にして言いたいんですけど、日本人は全員がオタクなわけじゃないの。で、私はオタクじゃないので、アニメ見ない。まずアニメ見ない。すっごい話題になってるタイトルとか、友達におすすめされたものとかたまに見るけれども、すごい好きなわけではないから、一度にたくさんとか見ないんですね。なんで見ないのって多分みんな思うと思うんですけど、逆になんで見るのって感じ。私にとってアニメとか漫画とかは子供の頃に親しんだものっていう感じで、大人になってからあんまり見なくなっていきました。で、大体の日本の人そういう感じなんじゃないかなって思うんだよね。自分が子供の頃にやってたアニメとかを見ると、あ、懐かしい、これ見たことある、みたいな。大体の人はそうだと思う。中国の人だからってさ、全員が卓球上手いわけじゃないしさ、全員が武術の達人なわけじゃないじゃん。あとね、これは個人的に思うことなんですけど、現実のね、日本社会って、そんなにオタク多くないです。100人いたら100人オタクっていうわけでは絶対なくて。私、高校生の時に30人一クラスの学校にいたんですよ。まあ、じゃあ、30人中オタクだっていうのがもう見た目ですぐわかる人がどのくらいいたかというと、4人ですね。30人中4人。でも多分これってどこに行っても同じくらいな気がするんだよね。で、まあそういうオタクの子たちはどんな感じだったかというと、例えば学校の指定のカバンに推しのキャラクターの缶バッジがついてるとか、あとなんかコミケで買ってきた薄い本の話をよく聞かせてくれるとか、そんな感じだった。で、アニメとかゲームとかが好き、ただ好きなだけ、オタクっていうほどではないけど、ただ好きなだけっていう人は、多分ほぼ全員だと思います。見たことないっていう人は全然いないと思う。私はもうオタクじゃないです。積極的にアニメとかゲームとかの情報を取りに行ったりとか、あとなんか好きな声優さんがいるとかっていうわけじゃないんだけど、なんとなく有名な声優さんの名前は知ってるし、なんとなく有名な漫画とかゲームのタイトルは知っている。っていう感じです。そもそも私の家ゲーム機いなかったんだよね。見てわかると思うんですけど、私本を読むのが大好きだったんですよ。子供の頃から本を読むのが大好きだから、ゲームは興味なかったです全然。で、まあ、なんか友達の家にあったから、たまにこう、まあ大人数でできるゲーム、なんか例えばマリオカートとか大乱闘スマッシュブラザーズみたいな大人数でできるゲームは何回かやったことあるんですけど、ハマるというほどではなかったかも。ゲームはほとんどやったことないです。今はスマホとかでも手軽にね、ゲームができる時代になったんだけど、でもやっぱ習慣がないまま大人になっちゃったので、まあそんなにこうすごいたまにやるゲームもあるけど、でもなんか常にハマってるゲームがあるかって言われたらそうでもないかなーっていう感じですね。
アニメも一緒だから子供の頃に見てたやつを見かけるとああ懐かしいって思うけど、今現行でこうすっごいハマって見てるアニメがあるかって言われたらないないです子供の頃にセーラームーンとかあとカードキャプターさくらとかが流行ってたんだよ流行ってたんだよね。だからあの辺のを見るとめちゃめちゃ懐かしいし、カードキャプターさくらは今も好きですね。で、あとやっぱハイカラさんが通るはすごい影響を受けました。だからまあ影響は受けてますよ、もちろん影響は受けてるけど、でもオタクではない。たまにね困るのが、本当にあの龍が如くとかのキャラクターの名前を出してくれて、このキャラに似てますねって言われたことがあったんだけど、私そのキャラクター知らないし、龍が如くっていうタイトルを言ってくれればわかるんだけど、キャラクターの名前だけ急に言われて、誰？その人誰ですかって聞くじゃん。だからまあなんか知らないと思ってなかったみたいなことを言われたんだよ知らないよそんなのそう、だからまあこの動画をね通してみんなに伝えたいことは、日本人だからといって全員オタクではないので、急にキャラクターの名前を言うのはやめてあげてください。あの相手が好きなゲームのタイトルとか好きなアニメのタイトルとかが分かってたらいいと思うんだけど、全然そういう感じじゃない人にいきなりそのアニメの話とかしても大半分かんないから、あの不幸な事故をなくすためにね、こういう社交的な面でもぜひ誤解をなくしていきたいなと私は個人的に思っていますね。そういう感じで誤解を減らしつつ、お互いそのコミュニケーションとか交流を図るためにやっぱあのそういう知識もあった方がいいと思う心遣い大事にしていきたいなと私も思うので、皆様もぜひご協力よろしくお願いいたします。じゃあまたねー。